テレワークマネジメントの田澤優衣です本日は、えー、私の勝手なセミナー恒例の年末セミナーに来ていただきましてありがとうございます、えー、本当にですね今日なんとさっき聞いたらえ200人超えたという報告がありましてまあ、正直ですねあのテレワークもうなんとなくこんな感じだしな オンンラインセミナーも疲れたしなっていう方が多くてでそういった方々が、まあ、あ,のあまりこう参加しなくなってきている傾向は実はもうずっと毎月毎月こうずっとセミナーをやっていたりとかいろんな講演を聞いて参加していたりして感じているところなんですがもう200名超えたなんてむちゃくちゃ嬉しい <laughs> 本当にそう思っておりますありがとうございます。 はい、えー。それではですね、あの、スタートする前に表示されていたかと思いますけども、もし皆さんご協力いただけるなら、この QR コード、ご自身のスマホで、えー、ちょっと読んでみていただけませんかそうすると、あの、皆さんとちょっとだけ交流できる、えー、時間を作るというか、うん、まあ、なんか身近になったらいいなというふうに思っています。で、私の講演ですね、あの、常々、 うんとこれに限らずなんですけれども、常々、ね、できるだけリアルに近づけたいっていう思い。あの、オンラインだからできないよね、ではなくて、オンラインでもここまでできるよねっていうことをやりたくて、えー、ずっと、まあなんでしょうかね、あの、いろんな工夫をしながらやってきました。その中で結構、あの、評判がいいんです、これ。<laughs> だから、ぜひ今日は皆さんにも体験いただきたいなと思っております。スマホのカメラを合わせて、 そして、えー、そこの URL、まあ、よくありますね、最近、QR コードから、えー、そのサイトに行くと、画面が出てきます、まあ。そこで皆さんとやり取りができる、リアルタイムにという、そういうアン,、まあ、アンケートシステムなんですけど、皆さんの声をいただきたいというものです。えー、っと、そうですね、今、左上の方にもう38名ですねあの、参加いただいているということで、ありがとうございます。あのぜひこれあの 全然こう個人情報を取ったりとか、あるいは、えー、なんかアプリ入れたりとかっていうことは全くございません。あの言ってみれば、まあ、匿名で皆さんあの参加できるものですので、この場限りですので、遠慮なく、えー、参加いただきたいというふうに思いますあの。チャットの方にですね、事務局の方からアンケート、パソコンで使ってる方は、a、えー、QR コード読めないよっていう方は、パソコンで Zoom の とやってるのとちょっと別のウィンドウになりますかけれども、えー、クリックしていただくと、チャットにある URL をクリックしていただくとよろしいかと思います。はい、えー、ちょっとこの画面を表示しながら、もう少しお話を続けた後にリアルタイムアンケートに入っていきたいと思います。あの今日はですね 司会がいないんですよでもちょっと私がオロオロしながらスタートしてしまって申し訳ありませんでした、えー、改めましてテレワークマネジメントの代表しております田沢由里ですなんで司会いないのかってまあ、えー、そうですねあの今日は もう23日だって。年の瀬にあ22日ということで、金曜日えー、年の瀬になって、えー、みんな仕事が忙しいっていうこともそうですし。あとま有、あ、給を取ってる社員もいます。で、私のこの勝手なセミナーですので、もう最小限でですね、えー、やっていくにはもう自分でやろうかということになりましたので、こんな状況でございます。 はいえー、さて、あのー、今見ていきたいと思います、57名の方、ありがとうございます。あの突然のご協力依来にもかかわらず、今、57名の方が、えー、このリアルタイムアンケート、今聞くっていうんですけどもね、えーと、こちらに参加いただいておるところでございます。では、それではですね早速、皆さんにっていうか、ほんのちょっとなんです、あの時間の関係もありますので、えー、どんなことをやってるかっていうことを見ていただきたいなというふうに思います。 えっとですねそう、そういえばなんですけれども、これって、あのー、あれですね、そういえば、そういえばの世界ですけれども、内閣府さんがね、この間、面白いって言ってやってくださったんですよ。なかなかかね、国の会議って とかではやってくだされないんんででですすすけれれどもそれができるっってていいいううのはすごいこととだなと思うんですねで、えっと、やっていただいたらですね自治体の皆さんからもいっぱいいただいたというお話でなんてまた雑談してると嬉しいことに、えー、っと60になりましたではあの早速1問だけなんです実は皆さんに今日聞きたいことは何かと言いますと今日ですね今から私お話ししたいんですがどの話聞きたいですかって、えー、ちょっとメニューを出してみました。 せっかくここに来ていただいている皆様が、聞きたい話しないと意味ないですよね。あの時々聞きたくない話がいっぱいあって <laughs>、で、聞きたい話がちょこっとだと満足度って下がっちゃうじゃないですか。だから、全員皆さんのご意見っていうのを聞くのは難しいんですけれども、よかったら、ご自身のスマホやパソコンの画面から、この、この話は今日は聞きたいなっていうのをね、ちょっと選んでい,ていただけますでしょうか。まあ、これに応じて私、今日の 話の時間配分を決めたいいなっって思って思おりますはいえー、テレワーク予測のところがすごくおな、なん、なん、俺ですね。はい。ただわゆるの、独断ですけど、いいんですね。はい。独断ですけど、あのー、話させていただきたいなと思いますし、その他じゃなくて、あ、その他とはね、今、ゼロですけど、もしこんな話してほしいっていう方、その他選んで、そして、あのー、 右下だったかななんかコメント書くところがありますので、そこのところを見ていただけるといいのかなとあ、そこのところから書き込んでいただけると嬉しいなというふうには思います。いかがでしょうかね、えー、その他、こんな話してほしいでもいいですよ。もうアドリブの世界ですから、私、あの公園で原稿、なかなか書いたことがなくて、えー、いつも時間だけはきっちりしたいと思ってるんですけども、内容っていうのはもう、 パワーポーを基本にしなながらいいいいろんな話をさせててただいておりますはいえー、今、どんどん皆さん、答えいただいてますよね。えー、58名、今、これ、登録いただいてて、えっと、5あ60名のうち、この問題まで来ていただいたのが58名で、今、51名の方が、ね話してえー、お答えいただいております。はい、えー、やっぱりね予測がいいとで、えー。重大ニュース振り返り、もう過去はいいってことですね。で実はですね資料は過去がいっぱいなんですよ。 でもね、あの今、これが分かりましたんで、でもね、今年の動きが来年のいろんな予測のにつながっていくっていうことを考えると、まあ、程よく来年の予測もしっかりお話しできるようにしたいなというふうに思っております。3、えー、種の神器の話と、田澤がハマってるテレワーク小ネタ、 意外,と意外とグッズが多いですね、これ、あの資料作るときに最後、バサバサと作っちゃったんですけど、はいえー、そんな感じで皆さんの,あのお気持ちが分かりましたので、嬉しく思います、はいテレえーとあ。早速ですね、画面の方皆さんご覧,ご覧になってますか、えーと、早速いただきました、ここに、ちょっと広めげてみましょう。2023年のテレワークについて、1つ挙げるとすれば何ですか。ありがとうございます。 この話もじゃしっかりあのこれから入れていきたいなというふうに思いますね。で、皆さんあの、ね、の次の問題に行きたいと思うんですけれども、はいえー、今、大体皆さんのご意見が分かりましたので、えー、次の方に行きたいと思いますけれども、次がですね、質問やご意見をもうあのぜひ遠慮なくお話しくださいという、そういう内容になっております。えー、もしよかったら、とりあえず一言、 まあ、こんにちはだけでもいいですし、今日は何が何とかですとかでもいいですし、今日ね、な奈良、私、今日奈良にいるんですけど、奈良にいるんで、こんなバックで、えー、してるんですけども、奈良の方の、本当に寒いです。最高予想気温が私の住んでるところだと、住んでるじゃない、実家なんですよね、実家だと、えー、と今、1度とか2度とかという、マイナスまで行ってますね。まああの雨じゃないので、雪にならないんですけれども、よかったら皆さん、天候でもいいですけど、なんか、 一言書いていただけますか練習だと思ってください。ぜひ待ってますよ。あ来年のテレワーク予想だ。はい、ありがとうございます。そこ、皆さん押していただいてますんで、あのしっかりお話ししたいという思います。おお、嬉しいですね。はい、あスタッドレス太陽の話とかですね。実は私、ちょっとねあの、生駒山のちょっと、ちょっと上がったところに実家があるもんですから。 あのえー、雪降るとですね家に帰れないみたいな滑って、すごい坂なんですよね。まあ、そんなこうで、皆さんありがとうございますで。ちょっとだけここの説明してから本題に入っていきたいと思いますね。えー、ちょっとね、寂しい話ね、ね廃止しちゃったみたいな話もありますし、あ,のあるんですが、実は、左側あ人気順と新着順というのがありまして、この左側が新着順で、右側が あの人気順です何の人気順かというと皆さんあこの質問聞きたいとかこの意見私と一緒っていう時に「どい」っていう、ね、ボタンを押していただくと「あの人気順にこの方のランキングが上がっていくんですね。ですから時間がなくても効率よくお答えするというためにぜひ皆さん思うこれだーって思うものが見つかったら左側は「 今、これ画面で言うと左側は新着順右側は人気順。はいということで10分間 <laughs> しゃべりまくってしまいましたけどこのシステム面白いのはですねやっぱり気軽に書けるっていうことだと思うんですよ、匿名で。であのこの間、内閣府さんがいろいろやってくださったって言いましたけどもその時もいろいろご質問いただいたりとかあるいは話の途中でも書けますので。 遠慮なく、えー、ぜひやっていただければというふうに思います。それでは、えー、本番の方に行きたいと思います。この画面、このままですのでね、共有はちょっと解除いたしますけれども、このままですので、遠慮なく。で、あの、今から、本ちゃんの、あの、場面に変わりますけれども、このところ、ずっと私は資料の中で話す形で、えー、皆さんにいろいろと お話をさせていただいています。で、何かというと、臨場感ですよね。臨場感ないと、なんかこう、ああ、なんかパワポの資料あるな、なんとなくちっちゃく顔映ってるなっていうセミナー多いですよね。あの、この間受けたセミナー、びっくりしたんですけど、資料を写した時に、資料がよく見えるようにって言って、顔を消しちゃったらカメラを消しちゃったんですね。いや、あの、もちろん資料は大事だと思うんですが、やっぱり話してる方のこの表情とか、 身振り、手振りとかって、その臨場感がないと、やっぱりダメだな、みたいなふうに、ね、なってしまうと思うんですよね。しかし皆さん、今日はいっぱい書いてくださってますね、嬉しいな。はい、じゃあ、早速その臨場感を頑張ってるやつこれあの、これもよく質問いただくんですが、そのパワポの中に私がお天気お姉さんみたいに入るやつなんですけれども、どうやってやるのってよく聞かれます。ですから私、今しゃべりながら行きますね。これ、ズームの標準機能ですので、皆さんも使えるはずです。 ただ、バージョンアップはちゃんとしといて、アップデートちゃんとしといてくださいね。はい。えっ、ー、と、本当によくしゃべりますね。はい、えー。画面共有というのは皆さんやってると思うんですけども、画面共有ボタン、あると思います、ズームに。それを押すと、通常いろんな画面が並んで出てくるんですが、上の方にですね、基本と詳細とファイルっていうタブがあります。詳細というタブに切り替えて、そしてあの左上にですね、PowerPoint をバーチャル背景にしようというのが出てきます。 これを選ぶと、今度は、えー、どのファイルを、まあ、どのパワーポイントファイルをバーチャル背景、今私のバーチャル背景は奈良,なん奈良のお寺、元号寺なんですけれども、えー、そうじゃなくて、ファイルに切り替えてくれるんですね。で、えー、と今私は、えー、と今日の講演ファイルを出してまいりました。あこれ、さっきのやつですね。もし、あのまだ、えー これスマホでできてない方いらっしゃったらぜひどうぞ。で私はです、ね、今ちょっとちっちゃいなと思って、っはいえー、っ <laughs> QR コードに重なってたのでこれちょっと動かせてみました。こんな感じで、もうちょっと大きくしようかな。こんな感じで、はいえー、暴れながらあの話を進めていくことができれば、なんとなく臨場感ありますよね。本当は、ね、こうやって、ね、立ってて立 ちっちゃくなって走り回るっていう手もあるんですがます、あ、がにそうなると大変なので、えー、今日はこれでいきたいというふうに思いますまた喋りすぎましたすいません、えー、後で感想のところで喋りすぎと前,前置き多すぎって言ってくださいで、ただ今日ですねそうそうそうここにいるなちょっと横に避けていきましょう今日ですねあの参加いただいている方で半分近くが初めての方なんですよでびっくりしましたそれははっきり言って えあそうなんだ、ね、ただ尾のこんな、ね、好き放題喋る <laughs> 初めて聞いてくださる方が結構いるんだということで、一応、こういうあの私の働けるぞいいぞ年表、ご覧いただいてがます。 そういったことで結構悩んでた時期があったとかですね。で、あのー、この会社やってからは私、テレワークで働けるようになりましたので、おかげさまで私の働けるぞ曲線は上がっていきました。まあ,あの、これ、儲けてる曲線じゃないですからね、一応言っておきますけども、<laughs> 大変だったんですよ、そういう意味ではね、やっぱり会社やってると、まあ、やりたかった事業ができなかったり、まあ、借金もしたりとか、リストラもあったけど、やりたい仕事ができた。そして今は ちょっとね、先ほどお話しましたけど、奈良におります。なぜ奈良にいるか。結構ずっと北海道で、その前も色々いろいろ、いろんなとこにいたんですけれども、奈良にいるのは親の介護のためです。まあもちろん、うちの場合はね、まだすごいひどくなってない。ちょっと、えっと、母親が昨年亡くなった時は結構大変だったんですよ。夜中何度も起こされてとか。でも、まあ今は父親一人になったので少し楽ですが、やっぱりちょっとほっとけないなっていうこともあり、今は、 自宅のある北海道北見市ですね、こちら、こちらがそうですね、2割、えー、奈良が8割、うん、いやうーん、東京が1割、あれなんか100%超えちゃいましたけど、<laughs> そんな感じで暮らしております。あのでも、どこででも仕事ができる、テレワークで仕事ができる、まあ、当たり前ですけど、それをやってきたので、えー、それがすごくもう本当にありがたいですね、あとでも話しますけれども、えー、自分が実感してます、子育てから。 あるいは夫の転勤、それから親の介護、また病気の支援、いろんなところで、えー、私はテレワークの恩恵を実感しておりますので、ぜひ皆さんもあのその世界を 広げてていいくのにご協力いただければと思っておりますあとで,でもいろいろ出てくるんですけど、ノートにいっぱいいろんなこと書いてるんですよ。今日話しきれないことをぜひ皆さんに、うんえー、ノートで、またあの暇の時に、あのね、年末年始 <laughs>、よかったらゆっくり、えー、たくさんありすぎてとても全部読めないんですけども、若い頃、ビル・ゲイツに会っちゃったよって、会ってたよっていうね、話とか、まあ、その、えー、奥前長者になり損ねたとか、あるいは、えー、北見の、えー、カーリングの話だとか、 もう本当に親の介護の話もそうですし子育てもそうですあるいは北見のこともそうですし、えー、いろんな話してますのでよかったら田沢由里スペースノートですね、えー、とこっちのこっちのほうですね書いてますので、えー、よろしくお願いいたしますはいで、えー、あこれは本の話ですね、まあ、一応本出してるので紹介でしたテレワーク本質論テレワーク皆さん間違えた方向向向いてませんか こうじゃないですかって、私が考える本質をまあ論じていると <laughs>。これもまあ、ただわかってたものでございますね。はい。えー、で、今日一番言いたいこと。これは、テレワークは2歩前進しています。ここからが本番です。来年度の予測ね、ね、はい、ちゃんと話しますので、えー、とちなみに、この今、写している資料は、最後に終わった後のアンケートでお答えいただけると、えー、資料差し上げますので、書いてある URL とか、あのそういったものは、 ぜひ後でご興味のあるところを見てくださいあの。私はささっとご紹介していきたいと思っております。さて、えー、働く人の意識調査というですね、日本生産性保護のデータ、これ結構信頼できるデータで、働く人に、あなたテレワークやってるやってないって聞いてるものなんですね。で、あのー、結構、あのー、この今回、5類になったことに対して、えー、半減したよ、テレワークやってる人。 もうどんどん減ってるよって、よくニュースとかで聞かれました、今年ですね。えー、半減っていうのはね、この一番大変だった、あの初めてのなんだかわからないけど、とりあえずステイホームの時から比べて半減してるよっていう、そういう話なんですよね。だから5類だから半,し半減してるわけじゃないんですよ。5類のところこの、このさっきの表ですね、グラフ、5類のところだけ見ると、なんと減ってるのは1.3%のみなんですね。 これはもう本当にち,びっとなんですもちろん実際にあの今もちょっとずつ下がっている可能性は十分あるんですけれども、まあ、この今年のデータの中で言うと、本当に1.3%のみ、で、15.5%の人がテレワークしてるよって言ってるわけですよね。まあ、それ計算すると、ね、雇用されている人の調査ですので、1000万人な、ね、ほとんど1000万人がテレワークが 行っているできる時代になってきたということです。で、これがまあ、私があの進んだっていう話まあ、進んだのは皆さんご存知ですが、その実は3歩進んで1歩下がった。だから2歩進んでいるっていう理論でで、ね、いつも言ってたんですよ。まあ昔にありましたね。 あのワンツーパンチとか、まあ、知ってる人は少ない,少ないと思うか、<laughs> あれなんですけども、年のこあれですけども、も、えーまあ、要は3歩進んで1歩下がっただけである、今は。でも、振り返ってみたら、2歩も進んでるぞっていう話が、この野村総合研究所の、これもね、最近の、えー、調査の結果なんですけども、コロナ前は、まあ、テレワークを、ね、そこそこしてた人がこれだけだったのが、ガガガガガっとこのコロナ禍で増えて。 そして、えー、こちらですね。そんなに前に戻ってるわけじゃないんですよ。減ってるけども、戻ってるわけじゃない。前から見たら、ものすごく増えてますよと、私は言えると思っております。そして、世の中はもう今、テレワークは当たり前のことであるっていう前提のもといろんなことが国の中でも進んでいます、えー。国の動きっていうのはね、さっきちょっと言いましたけど、 国が動いていいててる間っていうのはなかななかか見えないんですよ。何かがこう起こってそして次にだんだん現象がつく、えーまあ、世の中が変わっていくっていうそういう意味ではですねスタート地点だと私は思っていますいろんなところがいろんな視点でテレワークが当たり前というかみんながテレワークが知ってる社会になったので進んでいくということです、まあ、日本はいろんな課題があるので、まあ、その課題をね 今まではテレワークを実施することが目的だったかもしれませんが、これからはテレワークで日本の社会問題ですね、日本のいろんな課題をずらっとあります。本当に多分皆さんもあると思うんですけども、解決する時代が変わっていく。テレワークがちょっと位置づけが全く変わっていくのが、この2023年から2024年への動きだというふうに思っています。この スライドはは私のの講演でで必ず出すものです。もテレワークは、もうさまざまなコンセプトや社会のいろんな課題に関わってます。全部解決するとは申しません。でも、関わり、そのテレワークができるようになっていく、当たり前の社会へ、日本になっていくことで様々な、さまざまなキーワード、ね、コンセプトを解決できますよという話を、えーまあ、いつもしているということです。 ああこれか、これね、これ時間かかるんだけど、ちょっとだけね。で、私が目指すテレワーク、なんか自分で資料作っといて、これかはないですけどね。あの目指すテレワークを話すときに、最近、このサーカスの絵を作ってるんですけども、公演だとですね、時間がなくてなかなかしゃべれないんですが私、これぜひ皆さんにお伝えしたいんです。テレワークの考え方です。えー、サーカス団がいます。これ、企業です。そして、働く人がいます。そして、安全のための壁がここにあって、 残念ながら大人しかこのサーカスを楽しめないとなるとこれサーカス団困りますよね収益減りますから、えー、そこでですねじゃあ台を作りましょうとね。みんなの一律で台を作ってさあ見えるようにしました不要な人必要な人足りない人もいますよねすると効果が中途半端でまだサーカス団困る企業が困るということなんですでこれに対して1人 1, つ1台の えー、それぞれの状況に応じて台を用意する、ね。これいいですよね。全員が楽しめますよね。その人の、まあ、身長とかいろんな状況に応じて、で、例えば子育てや親の介護も含めて、えー、こうやって配慮をしてあげる。ですね。障害がある方も含めてですね。でも、それってすごい大変ですよね。でも今世の中、こうしなきゃいけないんだ,ないだろうかみたいになってるんですけども、えー、テレワークやる中で、 えその人ができる仕事なんだろうとか、どうやって切り分けようとか、在宅でできる人はこれぐらいしかできないから、この仕事にしてあげようねみたいな、在宅だったらもうなんか、そんなに縛らないよみたいな、なんか変なこの台ができてきてるんじゃないかと思ってます。で、それって結果、いろいろやると生産性落ちたりとか、準備のためのいろんなものがかかったりとかして、実はサーカス団、まだ困っちゃってるわけですよね。 やむなくやってるし、大企業ならこんなの一人一人用意できるかもしれないけど、中小ならできないみたいな、そういう話の中で、えー、私が言いたいこと、それは透明の壁を作りましょう、えー、どうやって作るの、それはまあ、いろいろ作れますよね、今の技術だったら。で、全員が見えるようにすることが大事である。だから こう一人一人に台を作るよりも、みんながフェアになること、全員が楽しめる環境を作ること、全員がテレワークできるようにすること、そしてみんながフェアに働けるような環境を ICT、デジタル化を使ってどうやるかっていうことができて初めて、企業や働く人が喜ぶよねっていう話をですね、えー、いつもの,あのセミナーでやりたいんですけど、ちょっとねあのちょっとこう、全体でぼやっとした話なので、なかなかできないので、えー、今日は。 こういうふうにちょっと紹介しました。いつでもどこでもみんなが働けるフェアなテレワークですね。はい、えー、ということで、重大ニュース、これ、あのうちの社員とも相談して、10個やりました。今から10個しゃべるとね、結構な時間かかりますので、あのさっき、一番すごかった、大きなことは何かっていうと、一番上に書いてます。異次元の少子化対策としてテレワークの努力義務案が出た。これ、 そうですね4月、5月あたりにあのニュースとかでも出たと思うんですけれども、えー、なんかあちょっと言いますけど、これが一番大きいです。で、その後もいろいろ大事なことがあります。一応読んどきますね。あの資料、あ後でぜひ請求してください。URL クリックしたらいろいろ出てくるように、次のページからありますから。はいじゃあちょっと見てみましょうか。はい えっと今お話しした異次元の少子化対策の努力義務案、これ、私のさっきおご紹介したノートで3つほど記事書いて、結構ね、あのなんか総理が言ったことでこう炎上したりとか、いろいろして勘違いがある中で、えーまあ、今、この努力義務案はどういう状況かというと、これ、春ぐらいだったんですけど、その後ね、ずっと、ね、厚生労働省がちゃんと会議とかして検討してきているんですね。でこれ えと第66回労働政策審議会ですね。私は全、ね、然関わってはいないんですが、とても興味があるので、傍聴しようと思います。えー、実は来週の月、うん、火曜日だったかな、来週の火曜日にあの厚労省であるので、傍聴申し込みしました。えー、と皆さんご興味がある方、えー、こののテレワークの努力義務 がどうなるんだろうなってね、あの一応、前の資料にはそれなりにこうぼやっと書いてあったんですけれども、まあ、どんなまとめになるか、とても期待したいところです。2、はいえー、つ目が介護休業ですね、社員への周知義務、えー、義務ですね、周知義務になります。在宅勤務の導入も促すという記事が出まして、そして、えー、実はあのさっきの,あの異次元の,その、えー、少子化対策の2、 えと2歳までの子どもがいる社員はテレワークをしたいと言ったら会社は努力義務をしなきゃいけない。ねえー、どい義務というか、まあ、あのやる在宅勤務ができるように、うん、と努力しなきゃいけないというそういう内容とともに実は書かれています。育児・介護・休業法という、ね、法律があります。育児と介護は今セットで、えー 見直しがされはい、あとはですね、さっきのテレワーク半減の話、これはいきます。<laughs> そして、えー、これから怖いこと、ね、テレワークやってる人に聞いたわけですね。そうすると、その会社がテレワークやめちゃったら、ね、16%が退職を検討するよみたいな、そういうデータが出てます。これもちょっと後で出てまいります。それから介護事業者の 管理者がテレワーク可能に、これ、びっくりしましたね。あの、デジタル庁の、その、規制云々のところから来てると思うんですけども、えー、厚労省が、まあ、介護の、えー、やってる方々に、いわゆるテレマ、テレマネージャー、テレワークマネージャンですね。ケアマネ、ケアマネージャーさんですね。ケアマネージャーさんのテレワークをについて、まあ、今までは事業所にいなきゃいけないとか、行かなきゃいけないっていうものを、まあ、テレワークできるようになる。 これすごい重要なことだと思うんです。ケアマネージャーさん、私もあの父のことでお世話になってますけど、本当大変な仕事ですよね。訪問はしなきゃいけないし、また事務的作業、パソコン使ったりとか、も多いんです。それなのに何かここにいなさいって言われるよりは効率よくできればいいんじゃないか。これはすごく重要なポイントだと思っています。ええ、それから国家公務員さんもね、テレワークガイドラインに策定されましたということで、まあ。 国会よよ始めあとはですね、障害者雇用においても、すごい短い時間で働く人もちゃんと、まあ、いわゆる、えー、雇用率、法定雇用率の算定に入るというようになったと、これ、すごい重要で、テレワークで働いている、えー、重度の方とか、いろんな方は、 休憩しないとなかなかできないいとかかでできわけですねあるいはちょっと治療とか、フォローしている方とのやり取りとかがあるので、細かく、また短い時間しか働けなくても、ちゃんと、えーまあ、法定雇用率の数字に入るようになれば、より雇用もできるし、企業もあの仕事のやってくださる、えー、範囲が広がるということになると思います。 あと国土交通省の国土形成計画、これ、すごい大事なあの計画なんですけれども、まああの、なんと、42箇所に、これちょっとわざわざ書いてますけど、えー、テレワークというのが含まれています。なんとなく国交省というと、なんか物理的なイメージがあるんですけれども、これからの世の中を考えるにあたって、えー、テレワークというのが重要であるとあの、人の動きを作っていくっていうことも重要であるということが、 ここに書かれています私もこの,あの会議ですね、委員として参加しておりましたので、本当に皆さんにちょっとお伝えしたかった部分でございます。それから総務省、新しくテレワークトップランナーっていうですね表彰をスタートしました。これもすごいなと思うのは、コロナでさっき言ったように変わったわけですよね、テレワークが。だから今までみたいにテレワークしてて、すごいよね、じゃなくって、良きテレワークで、みんなの見本になるテレワーク、トップランナーのテレワークを、 表彰しよううということに変えられましたこれは素晴らしいことだと思うし私だからこそなんですけれどもじゃあうちちょっと応募してみようとうちの会社がいかにテレワークにこのビジネスではなくてですね社員でやってるかっていうことを話すために、えー、こうやって表彰いただきましたはい最後、えー、これは自分たちのものなんですけどもうちの会社初ワーケーションをしましたワーケーション今すごいいろんなところで言われてますけど ワーケーションってどうあるべきかっていうのを私なりに考えて練って練って練っ,ったのが実施したのがこれです。結構良かったです。あのこれもあの詳しくは全部 URL を置いてますけれどももしよかったらノートの方でも見ていただければと思います。こういう車座にあのリモートも含めて車座になることのメリットとかその地域に行ってこのねあの今これ見たら皆さんひーとかって思うかもしれませんがあの暑い夏今年 北海道暑かったんです。暑い中で、じゃあっていうことでもう30とか35度いった中でこういう体験をできた。特にカーリングはね、チームビルディングに役立ったかなと思っております。さて、ここからが、今 10, 10のね、重大ニュースやりましたけど、また詳しくあの資料の方で見ておいてください、えー。私は来年度の予測のページはこの1ページです。 でも皆さんが聞きたいっておっしゃっていただいたので、ここで語りたいと思います。テレワーク、なんとなくコロナが終わって、うん、まあもういいかな、出社の方がいいかな。特にコミュニケーション取りにくいしね、マネジメントしにくいしね、みんな仲良くなれないよねっていうことで、コミュニケーション、マネジメント、エンゲージメントみたいなところがうまくいかないから、今出社に戻ってる。でも、うん、 やめるって言ったらかっこ悪いよね。ということで、多くの企業さんが、あの結構ね、テレワークやってるよーって言った企業さんが、テレワークはやってます。でも、出社率が高まってます。出社する人が増えてますっていう状況が今じゃないかと思うんです。さっき、そんなに減ってないよって、まあ、減ってないのはやっぱりちゃんとやってきたところはちゃんと、まあ、下止まり <laughs>、えー 下げ止まりだ。下げ止まりになってるんですけれども、でも、やっぱり、これからもちょびちょび減っていくだろうと、私も思います。実際さっきのデータより減ってるんじゃないかというふうに思うんですけれども、ただ、世の中は変わっていくものです。変わらないといけない。そのポイントが、やっぱり人材不足、人手不足なので、テレワークをしないと、あの、 募集のところでテレワークとか在宅勤務書いてるか書いてないかだけでずいぶん違います。また地方で採用できるっていう企業はガンガン応募が増えてます。これあの、そういうデータを今ご,あのご提示できないんですけど私、もう本当にですね、今年何社の企業さんとお話ししただろうっていうぐらいいろいろお話ししてくる中で。 やはり人手不足というのが大きくて、人手不足でテレワークそんなしたいわけじゃないんだけどっていうのもあるんですけどね。いろいろ課題はあるんだけど、いや、このままだと、あのテレワークって採用にはかけるけど、入ったけど、いや、全然テレワークできる人限られてるじゃん。うん、上司、有志って言ったら、また転職されちゃう可能性も高いわけです。さっきご覧いただきましたよね。テレワークできないんだったら、やめたら。 テレワークが撤廃されたら辞めるっていう人たちも若い人たち特に多いわけですよね。その人材確保、あるいは離職防止、も子育ても親の介護も含めてこれからどんどん大きな問題になっていく中でテレワークできないと、まあ、会社としての運用・運営ができなくなるという危機感がこれが大きな一つ大きな動きになります。そして一方でこちら努力義務 ですね、さっきお話しました、法律ってすすごいもんですあの私の知る限り、法律の中にテレワークがしっかり入る可能性があるのは初めてです。だってまだ先ですからね。ただ、今、さっきお話ししたように、えー、テレワークを努力義務化するっていう案が、まあ、来週の、えー、会議でちゃんと記載されていて、皆さんが承認すれば、なんか良き方向に。 行くわけですそれが国の動きなわけですよねそうするとまあ本当に来年予定されている育児介護休業法の改正にそれが乗っかることができればこれ初のテレワークの法律の中に日本においてですよ入ることになります、えー、この努力義務化は子育て中の2歳までのお子さんを持っている社員さんが会社に言えば、えー 会社は努力しなきゃいけないっていうことなんですよね。いやー努力義務なんて義務に比べたら違うよねっておっしゃる方もいらっしゃいますけれども、まあ例えば自転車、えー、ヘルメットは努力義務なんです。でも個人の人たちはうんまあ別に罰せられないからいいよねみたいな感じなところもあるんですが、企業はそうはいかないんですよね。あの努力しなさいって言われてるのに <laughs> しなければ、えー、やっぱり。 なんかこう、叩かれちゃったりとか、えー、今ネットとかね、いろいろあるから、えー、まずいぞと。これはしっかりやっていかなきゃだめだよね、みたいな方向になっていく。そして、えー、も,うもう見てるからね、わかると思うんですけれども、このような世の中の動きが今、どんどん進みます。企業の人手不足は突然解消されません。法律がもし 策定っていうか、そこに入っていったら、企業も動かざるを得なくなります。そんな両方向からの動きが起こるのが、より強く起こっていくのが、2024年じゃないかと、私は思っています。ですから、来年は、私、これだと思ってるんですよね。とりあえずコロナで、なんちゃってテレワークやりました。でも、なんちゃってテレワークなんですから、えー、生産性はそんなに上がらない。 コミュニケーションやマネジメントやエンゲージメントそこまで考えてないよ。とりあえずセキュリティだけでいいとかでもあるかもしれないし、いや、コミュニケーションうちあの、ウェブ会議できるようになってるからとかですね、チャットツール入れたから大丈夫みたいに思ってても、実際には仕事が じゃあ生産性高くできてますかっていうところを考えると、そうじゃないところが戻ってるとしたら、それはなんちゃってテレワークです。そうじゃなくて、お普通に一回仕事ができてるよっていうのは、ちゃんとしたテレワークです。で、えーまあ、つまり、こういった大きな動きの中でなんちゃってテレワークからの脱却。これが2024年の私のキーワードですで。そのためにはツールがいるっていうことで、ちょっと今日はですね、あの宣伝じゃないので、会社の宣伝じゃないのであれですけども、実は 私どもがずっと使ってきたツール、ね、なんちゃってテレワークじゃない、本当にメリットが多いようにするには、どういうツールを使って、どういう運営をしていかなきゃいけないかっていうのを、まあ、もう正直、会社作ってから15年ですからね、このテレワークマネジメント、ずっとやってきました。社員もずっとそれに付き合わされてきました。でも今、本当にどこにいても仲良くできるし、この間みたいに1回会うと、もっと仲良くなって、えー 今も仕事をね、みんなでね、うん、少ない人数でも生産性高くやってくれてます。そういう企業が増えていかないと、やっぱり日本っていろんな課題が解決できないんじゃないか。子育て中でも、親の介護中でも、あるいは突然、田舎に行かなきゃいけなく、帰らなきゃいけなくなっても、普通にいつもの通り働けるフェアになテレワー。在宅勤務だけじゃないよ、在宅勤務だからって言って、ちょっとね、うん、いいよ、いいよ、まあまあというような、そんなんじゃだめなんですよね。 そんな、いいよ、いいよ、まあまあ、なんちゃってテレワークだと、週1日ぐらいだったらね、いいけど、やっぱり4日は来てもらわないと、コミュニケーションとか、えー、マネジメントできない、評価できないよねっていう話になっちゃうわけですよね。ということで、えー、2024年は、おそらく、ちゃんとしたテレワークに取り組む企業が増えていきます。そのためのツール、えー、コミュニケーション、マネジメント、そしてエンゲージメント、ね、それぞれの企業に合ったものが、やっぱりしっかり、 企業の皆さんが選べるようにそしてツール入れるだけじゃなくて運用をどうするかまでしっかりやることが重要になってくるんじゃないかなと思っています爆発的にコロナみたいにガーンって増えるわけじゃないとは思いますけれども今一旦コロナというところで減ってきたテレワークをする人あるいはなんちゃってテレワークの企業さんが来年はちょっとずつちょっとずつこう良き方向に向かっていくんじゃないかなというのが 予想でございました、はい、あとはちょっとテレワークよもやま話ということであの聞いていただければと思うんですけれども、私、えー、研究開発をさせていただくことになりました、えー。ポストコロナ時代の学び方、働き方を実現するプラットフォームの構築という、まあ、内閣府の、えー、戦略的イノベーション創造プログラム、略して SIP ですね、かっこいいですよね。で、あのー、研究開発責任者としてあの選んでいただき、 このテーマ、テレワークによる社会課題解決のための日本型バーチャル空間の研究開発という中で、これがメインテーマですね、えー。テレワークによる社会課題開発のための日本型バーチャル、これオフィスの間違いですね。オフィスの研究開発に取り組むことになりました。えー、いろんなテーマを3つほど出しておりますけれども、あの私、まあ、会社経営は長いんですけれども、研究開発っていうのは初めてなので、 しっかり自分たちの、まあ、持ってきたノウハウをよき研究結果に持っていけるように頑張りたいなと思っているところです。あちなみに私バンバン喋ってますけども、質問のある方、どんどん質問してくださいね。あの、さっきの画面、あの、もし、えっ、ー、と、QR コードとか、あれだったら、ちょっとまた表示した方がいいなら、また表示しますけど、あの、どんどんいいね押していただいたりとかですね、まあそういった形で、えっ、ー、と、もし皆さんが、 質問したいって思うことがあれば、どんどんしていってください。はい、えー、ということと、もう一つ私が最近ちょっと一生懸命やってることがあります。何かというと、まあ、あの国交省さんが、日居住や移住のに力を入れていくっていう話はちょっとさっきしましたけれども、まあ、その中で私が思っているのはあのー、なかなかね、みんな来てよ、移住してよ、2拠点してよって言ってもね、 結構大変じゃないですか。で、その手前にワーケーションがあるっていうんですけども、関係人口とかね。でも、ワーケーションってなん,かなんとなく観光プラスちょっと仕事みたいな気配がしていて、それじゃあ、やっぱりなかなか移住とかそこにつながらない。私自身がそうだったように、住んで初めてそこの場所っていいって分かるんですよね。大変なことも含めて。で、私の場合は、あの、子供が5歳、2歳、0歳というときに、夫の転勤で、 もう、まあ、いやおなしに来た目に来ましににたま最初はえー、そんな寒いとこ行ったら子供死んじゃうぐらいのですねなんかとっても根拠のない不安がいっぱいだったんですけれどもでも、えー、実際に来て暮らし始めたらあなんて面白いんだろうね、えー、食べ物は美味しいし自然はすごいし渋滞もないしなんか都会にあるストレスが全くない世界の暮らしを知ってそこから私はもう。 もう25年ぐらいおります、25年以上ですね、おります。で、そういう意味では、やっぱり暮らす、滞在するっていうことが、地域にとっても大事なことだと思うんですが、なかなか今、そういうことができない、えー、来て来てって言っても、1ヶ月入れる人って限られている中で、えー、ここでは、ですね、まあ、地域で空いてる空き家を利用して、そして、テレワークできるお父さん、お母さんの子供が、就学前、これね、 ポイントです学校行っちゃうといろいろ難しいことがいっぱいあるわけですね。学校休まなきゃいけないとか。そうじゃなくて、いわゆる保育の段階で、一度ぜひ、この我が町に来てねっていうふうにできるといいですよね。だからよく最近保育園留学とかっていうのもあるらしいんですけれども、やっぱりですね、何、えー、て言うんですかね、その保育園の留学ってなると、保育園代がかかるよね、プラスして。 住むところのね、ホテルなんか泊まっちゃったら偉らいことですね、1ヶ月間。だから、空き家と、それからもう一つ、これポイントです、えー。ここに書いてますけど、この時は4歳のお子さんが北見市の子も園へ通園しました。広域利用というね、従来ある、まあ、保育の制度を利用したら、なんと無料で、もともとの千葉県の保育幼稚園からこっちに1ヶ月間、まあ、この時は3週間ですかね、行けた。これって、 すごく具体的な事例になっていきますよね。で、あのー、それで1ヶ月いてくると、地域の人とこう交流したりとか、いろんなことが起こって、なんかこう、一つのきっかけになったらいいな、ということで、今一生懸命これをなどうやったら広げられるかな、横展開できるかなっていうのを考えているので、ぜひ皆さんにお話しした次第です。はい、あともう一つ、時間でどんどん来ちゃって、ごめんなさいね、えー、マイブームっていうのが、えー、すごく、あのー、 一つはリモート介護っていうね自分の経験してることですねテレワークで介護なんかできないって言われる人いらっしゃいますそばに認知症の人がいて仕事できるんですかって言われますそうじゃないんですテレワークっていろんな段階があってい、えー、介護っていろんな段階があるわけですよねで、その段階に応じて週末テレワークをしたりとかリモート介護をしたりとかまあ、今私2拠点になってますけども同居するケースもあると思うんですよね まあそういうことを、あのー、なんかちょっと発信していきたいなと。テレワーク、テレワークだけじゃなくて、リモートでも介護をする。まあ、これちょっと資料的にはいろいろあるんですが、あのー、これ私、リモート介護で、えー、見つけた機,機材ですね。あのー、かね、漬物医師モデルって呼んでるんですけども、あの、エコ、アマゾンのエコの中でこういうのがあって、ちゃんとね、こう、追随してくれたりとか、こうね、あと声で操作できるので、スマホが使えない。 うちの母親でもできるし、えー、もうなんかペラッとしたスマホだったらすぐなくしちゃいそうな親だなんですけども重くて動かなくてリビングの,あの食事の上に置いてあってもう毎日朝一緒に私リモートで食事して話をしてました、えー、単に監視するんじゃなくてちゃんと顔を出して一緒に子どもとコミュニケーションできるときっと介護も良くなるんじゃないかなと思っています。 え最後、最後,じゃない最後かないやいや、ネタとして、昨日あたりにハフ,ハ,ハフポストでしたっけね、ハフポストの方に入ってた記事ですけど、イチローさんがちょっとテレワークについて語ってくれたのが面白かったんで、あの皆さんよかったらまた見ていただければと思うんですけども、私がすごくいいなと思ったのは、人はサボるって言い切ってくれたことです実は私もそう思ってます。 どんな、まあ、強い方もいらっしゃいますけども、テレワークだと、やっぱりちょっとサボってしまうとかね、ちょっと他のことしてしまうってありえると思うんですよね。じゃあ、その時に、まあ、さんは気持ちいいで、いろんなことをここ書いてますけど、でも私はすべての人が一郎さんのようにできるわけじゃないから、そこは ICT のツールを使っていくのも大事なんじゃないかなというふうに思っています。 えー、さっきのマネジメントのツールですね。うちは使っているツール、一応あの紹介しておきますね、えー。コミュニケーションにはワークプレイスと、それからバーチャルオフィスの倉庫庫。そして、えー、マネジメントには f t a プラスですねで。エンゲージメントにはさっきのご紹介したワークプレイス、Facebook のビジネス版ですね。これを、えー、ほうれん草とともに使っているみたいな、そんな使い方をしていますので、もし皆さんご興味があれば、弊社のホームページとかで。 見ていいただければと思います、えー、最後になります。今日ね本のプレゼントありますからもうちょっと待ってね。ごめんなさいね。ダッシュします。はいえー、私の今気に入ってるグッズをご紹介します。一つは、えー、とあどっか行っちゃったかなどこ置いちゃったどこ置いちゃったかな,なんかさっき使ってたらどっかに置いちゃいましたね。はい。 バンドルですね。エアバンドルって言うんですけど、サバエのメガネフレームを使ってて、とても使いやすくて、おしゃれで好きです。気に入ってます。あと、えー、ビクトリノックスのね、スーツケースと、あの、あ背負うやつが気に入ってまして、理由は一つ、ここね、ここパカって開いてす、あの、全面に開いて、ノートパソコンとか、私はサーフェスですけど、入れられるんですね。で、そういうのはまだいっぱいあるんですけど、ここのパカって開く部分も、 あの鍵がちゃんといいてててるこれなななかなかなくて気に入っておりますそれから、えー、もう本当にね、iPhone3 台分充電できるバッテリーっていうのはね、この辺幕開け商品になっちゃうんですけれども、あの買いまして、でもで、幕開けってそのうち商品化されましし、もう商品化されてるものもあるので、よかったら探してください。あと、このりんごっていうね、こんな感じで、あのちょっと見え,見えますかね、はい、こんな感じの、えー、ボトルなんですけれども、このボトルに、まあ、こうやってスマホがついて 角度とね、こうやって変えれる。で、いいでしょこれ <laughs> 気に入ってます。あと、最近、レンジで本格派ご飯っていうね、あの、伊賀野焼という、この、えー、 これでレンジでご飯を炊くというのを気に入っております。ということで、もうちょっとこの雑談のところを膨らましたかったんですけれども、もし、お面白そうというものがあったら、ただは本当に新しいもの好きでね、幕開け家さんからいっぱい買っちゃって、買っちゃったりとか、なんかどっかでいいなって誰かが使っているものをすぐ買っちゃうんですよね。もうあまりおしゃれにお金は使わず、これ系に、あのグッズ系にお,あのお金を使うタイプですので、皆さんちょっとご参考いただければと思いました。 はいえー、と以上があれ私の方からあの,の、まあ、今日の語りまくりの内容でございます。さて、えー、と今度はですね、えーと、皆さんでいよいよお待たせいたしましたっていう感じなんですけれども、えー、5冊なんですけれども、皆さんにプレゼントしたいと思います。でえー、とプレゼントはビンゴをします、うん。10分しかないけど、10分でできるビンゴをします。で皆さんに今から そのビンゴの画面を、えー、このパワーポイントの中から抜けてご覧いただきたいというふうに思います。はい、えー、と、この後ですね、QR コードからですね、抽選会場にアクセスしてください。あのも,らもらってもいいぞっていう方ですけどね、えー、抽選会場からご案内する QR コード、URL もご案内させていただきます。そして、まず画面が出てきたら、好きな色のビンゴカード選んでくださいね。そしてお名前、これもニックネームでも構いませんけれども、 いいのかな当選時に呼び出しますので、公開しても差し支えない差し支えない名前をニックネームでお書きください。そして、ビンゴをスタートして、ビンゴ当たった方は、えー、左画面下の方、あるいは左側にあるところで、えー、本質論を5冊以上ちょっと並んでるんですけども、自分の好きな、あの、 商品ということで全部一緒なんですけども、本を選んで会社名とお名前を記入してください。事務局の方で後で、この会社名とお名前は出ませんのでご安心ください。えー、照合して、またご連絡をさせて、プレゼントさせていただきます、えー。ぜひよろしくお願いいたします。はい。ではえあ、あっち行ったりこっち行ったりで、あの、一人でやると結構大変ですよね。はい。でも、あの、自業自得なんでやりますって言ったんで、やらなきゃいけないんです。はい。じゃあ、ビンゴの方ものね、画面を。 あの、よいしょ。今から表示して、また切り替えさせていただきます。えー、っと、共有を、新しい共有。一旦停止した後でもね、新しい共有にできるようになったので、なってるのでいいですよね。はい。えー、っと、今、画面の方、皆さんの方、共有できておりますでしょうか。はい。えー、ぜひですね、皆さん、この QR コード読んでいただいて、あるいは URL の方ですね、えー、っと、 チャットの方に入れてていいい、いいたただまますす。かね。はい、あのお願いいたしますそれでは、そろそろビンゴの方を始めたいと思います。えっ、ー、とななな、何人ぐらい、えー、と参加されてるのかっていうのは、どこで見るんだったかな。もう本当にあれですけども、皆さん、あ今55人参加してますね。ありがとうございます。嬉しいですね。はい、では、行きたいと思います。時間が、ね、あまりないですのであ、ただ音共有しとかないと、なんか臨場感ないですよね。臨場感を。 出すために今音を共有しました、えー。たくさんの方ありがとうございます。ではビンゴ行きます。どんどん行きます？はい、最初の方はですね。皆さん。あの、なかなか5つ揃わないと思うんですけども、だん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 揃ってきまして、えー、リーチになった方は多分ここにリーチになったとかって教えてくれるんじゃないかなと思うので。 ままだでですすね時に終わります、はい、ご質問とか今書いていただいても結構ですよ。あの結構見ながられても、ね、でも大丈夫です、えー。先ほどの場面とかですねあのやっていただければと思います。お参加者今59名になってますね。ありがとうございます。えー、っと、あなんか、えー、2、4、えー 六人リーチになってますね。えー、本は五冊です。はい、行 <laughs> きます。リーチ増えました <laughs>、はい。ドキ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 。やったー！ビンゴ。サトちゃんさんビンゴおめでとうございます。あの本城の,の左側にあるね、えー。皆さんしたかも。スマホだとしたかもしれないし、あの本城の一つ選んでお名前と会社名入れてください。それは他の人には。 すません、おーっとー、まだですね、リーチが増えてますけれども、まだ、リンゴは、早かったですね。はい、リンゴ、来ました、3名リンゴ、来ました。インコノミーちゃんさんと、酒井晃子さんと、塚本初江さん、おめでとうございます。嬉しいな。はい、えー、ということで、これで。 えっと、行ったんですよね。えっと、3と1だから4か。もう一個ですね。はい。はい。最後。やったービンゴ来ましたけれども、えー、うっさこさんがビンゴになりました。おめでとうございます。ということで、5名決定したかと思いますので、 はい、あのメッセージまでいただいてありがとうございます。あのぜひ、えーと、お名前と連絡先を後で照合しますので入れてください。それでは皆様、えー、とビンゴは終わったところで、先ほどのもうあっち行ったり画面、こっち行ったり画面ですけれども、えーと、質疑応答とかご質問のところに戻ります。はいえー、と12時には確実に終わりますね、はいえーとあ。ちょっとなんか今、一瞬暗くなりましたけれども。はい、はいい あーなんかすごい、人気順の方で、出社が通常になった会社の経営者の本音と都合、はい、これ、私が勝手に本音をあの推測してというか、まあ、でも実際聞いたこともたくさんありますので、お話をしておきますとあの、やっぱり生産性なんですよ。私も経営者だから分かりますけど、社員の幸せだけを考えても、もうそれで全然大丈夫っていうのは、収益があるからなんですよね。 会社が成り立ってるからなんですよ。だから経営者としては、会社成り立たせてお給料を払うことがまず第一なんです。私もそうです。でも、その上でみんなの働き方をよくしたいって思うわけですよね。で私の場合は、まあ、どちらかというと、みんなの働き方をテレワークでやると生産性も上がるって考えてるんですけど、そうは考えられなくって、もうやっぱり無理だよね。ね、えー。さっきお話ししたようにコミュニケーション取れないし、サボってるかもしれないし、まあ、実際ネットとか見てると、 今日はテレワークだから半日寝てるんだみたいな発言があると不安になるじゃないですか。だから社員の皆さん、あの経営者の不安を取り除いて、ちゃんと、まあ、あのこれからの時代はこうやっていかないと人が来ないし、あのテレワークするためのデジタル化で生産性が上がるということをしっかり言っていただければというふうに思っています。で、あの2つ目のね、あのいいね、たくさんいただいた、テレワーク熱が下がりつつある職場の雰囲気にうんざりしている。 はい。今、今、辛抱の時なんです。さっき言ったように、来年にはいろんな動きが出てくると、私は思ってます。あの、あの、大きな動きが、動きにならなかったらとっても困るんですけれども、やっぱり、あの、世の中が動き始めていることは間違いないです。この間、あの、介護関係の会社さんの、あの、芸者の方にお話を聞いたら、もう人手不足のためにテレワーク、まあ、さ,さっき言ったケアマネージャーさんですね。ケアマネージャーさんを、 確保するにはテレワークしかないせっかく通達もらったからやんなきゃいけないって言ってね実はさっきの本質論をね読んでうちにご相談してくださったねそういう嬉しいこともございましただから皆さんこれから変えていきましょう自分たちから伝えていく、えー、今日あの5冊をお渡ししましたけれどもお渡しすることにプレゼントできるんですけれどもよかったらあの こう上司の机の上とか、<laughs> 社長の机の上にこそっと置いてもらうとか、そういうことになると、ちょっとまた少し動きができるかなっていうふうに思っています。えっ、ー、と、三つ目、もう時間ギリギリまでですけど、リアル出社、仕事してる、テレワークサボっているっていうね、あの思い込みですね。そういう人たちが多いというのは、やっぱり不安なんですよ。不安を取り除いてあげてください。えっ、ー、と、さっきお話、我々が 作って我々がその不安を取り除くためにまた社員さんのプレッシャーをかけないために F チェアプラスというツールを自ら開発して売ってますこれ商売のためというよりはこういうことを解決したいんですよ上司の方とか経営者の方の不安も取り除きかといって監視されるのって嫌ですよねだからべったり監視しない緩やかな策っていう考え方で あの私の講演ね、もしまた聞いていただく機会があったらあの、羊さんが出てきますので、緩やかな柵の話の中で、やっぱり柵の中で伸び伸びと仕事ができる、でも柵をがあるおかげで、安心安全に働けるっていうのが理想なのかなというふうに思っております。さて、えー、ちょっと今日はあは質問、まだ頂い,いておりますので、あのー、先ほどお話したように、えー、またビデオを追加して <laughs> お答えしたいなというふうに思っております。 はい、えー。ということで、最後になります。最後のご案内になりますけれども、あのー、んとちょっと切り替えがうまくできませんでしたね。はい。えー、こちらご覧ください。えー、セミナー終了後、この後ですね。えー、もう終わりますので <laughs>、アンケート記入何卒をよろしくお願いします。で、あのー、資料のダウンロードできますので、えー、ぜひそちらの方もダウンロードしていただければと思います。締め切りは25日です。はい。12時になりました。本当に皆様、私の 語り好きな放題の語りにご協力いただきましてありがとうございました。また来年いろんな場所でこのセミナーかもしれないです。ご愛できるのを楽しみにしております。ありがとうございました。